それは和菓子が大好きなご主人のお使いに来たある豆柴の甘い甘いお話。あら、今日もご主人のお使い。今日は、はい、クリームシー羊羹ね。出来上がるまでちょっと待っててちょうだいね。でも豆助の頭の中は和菓子のことでいっぱいに。小麦粉と砂糖が織りなす銀世界に褐色のこしあんが降り注ぐ。その熱いマグマのような滑らかなあんが一面の雪を溶かしていく。まるで火口から溢れ出した溶岩のように荒々しく暴れた後、そこに降り注ぐのは黄金色に輝く無数の栗たち。褐色の海が優しく包み込む。そして湯気の向こうに見えてきたのは分厚い羊羹の大地。最後にまるで朝露のような寒天が一層の輝きを与える。命を宿したかのように弾むそれは口に入れた刹那、極上の食感と至福の味わいをもたらしてくれる。秋の味覚栗を贅沢に使った甘い弾力、栗蒸し羊羹。豆助。はい、お待たせ。今日も気をつけて帰ろうね。日本っていいな。和風総本家のお時間です。